平野紫仕様、ジャニーズ退場で放った最後って、ジャニー北川氏の影に隠された皮肉と未来への一歩。こんにちは、皆さん。今回の記事では、元キングプリンスへのメンバーである平野仕様が、ジャニーズ事務所を退所した後に放った驚きのコメントについて探求し、その真相を明らかにします。 ヒラノシの退場が一大ニュースとなり、その舞台裏に隠された意味不皮肉に迫ります。強烈な最後って。5月22日、ヒラノシは自身の会員性ブロックで、キングプリンスコーオップの脱退とジャニーズ事務所退場を発表しました。その中で彼は以下の言葉を綴りました。 明日からキングプリンスじゃなくなると思うとめちゃくちゃ寂しいようなジャニーさんがデビューさせてくれた最後のグループだしね。ジャニーさん、ごめんね。目標届かなかった。ただできないと言われたら仕方がない。もし天国であったら怒られるんだろうなしょう。 このコメントは、平野市洋が心の中に抱いていた野心やジャニーズ事務所との関係について多くの質問を投げかけました。彼が言う、目標は海外デビューへの絶望であり、これは彼が長らく胸に秘めていた夢の一部でした。ジャニーズ事務所の戦略と皮肉。 ジャニーズ事務所内部での情報に詳しい芸能ライターによると、キンプリの海外進出はかなりの障害にぶつかっていました。なぜなら、同事務所はトラビスジャパンなど他のグループを先に海外で成功させようとしており、これが平野市要、神宮寺ゆ太、岸ゆ太の3人の脱退につながったとされています。平野のコメントは、 彼がこの事情に対する不満や恨み節を率直に表現したものと言えるでしょう。さらに、平野はコメントの中で、ジャニーズ事務所の創業者である小ジャニー北川氏の名前を出しました。これは注目すべき点で、北川氏の名前は事務所内での扱いに敏感な問題です。 このコメントがメディアに大きく取り上げられることにより、事務所内の状況が一層複雑化したことは確かです。平野仕様の立場、さらに皮肉なことに、平野仕様はジャニー北川氏の性加害疑惑の被害者としても知られています。岡本川ウという元ジャニーズ JR の歌手が、平野と一緒に被害を受けたと実名告白しており、平野が、ジャニーさんごめんねー。 と述べたことはその皮肉を象徴しているとも言えます。ジャニーズ事務所の対応。以前のジャニーズ事務所であれば、平野耀ら脱退メンバーに対して強力な圧力をかけ、表舞台から遠ざけることも可能でしょう。しかし、現在の状況では、それが難しいようです。脱退組が明らさまに干されると、ジャニーズ事務所に対する批判が増加する可能性が高く、 彼らはテレビ出演を続けるかもしれません。キンプリとスマップへの比較。国民的なアイドルグループであったスマップへの場合、彼らは公開処刑のような形で謝罪させられ、退場後に長い間干されました。それに比べ、キンプリは脱退メンバーの去り、イを祝福するかのような演出が行われ、彼らは相対的に優遇されています。 ただし、ジャニーズ事務所の内外での状況は複雑であり、今後の展開に注目が集まります。ジャニーズ事務所の逆風。最後に、ジャニーズ事務所は成果外疑惑の影響を受け続けており、スポンサー数字からの批判も受けています。これから、所属タレントの CM や番組からの降板も相次ぐ可能性が高く、このタイミングで退場した脱退組3人が一転して、 勝ち組みになる可能性も考えられます。ジャニーズ事務所の今後の展望は不透明ですが、平野紫耀の退場とそのコメントは、事務所内外で大きな波紋を広げています。これからの動向に注目しましょう。